をすいません、禁煙セラピスト協会から来たんですけど、どうも。いらっしゃらないのかと思ってました。あ、いや、すいません、10分ぐらい遅れましたかね。15分です、もうすぐ16分。法事の最中に呼び出されたもんで。法事も坊主もどうでもいいんです。すいません、待たされるの嫌いなんです。すいません。どうぞ。失礼します。女性の方お願いしてたはずですけど。ああ、いや、すいません、彼女急に産休で。産休？はい、お産休か。すぐには生まれないみたいなんで電話だけでもしてみましょうかね。あなたでいいです。よろしく。なんてお呼びいたしましょうか。はい、まあ普通は先生でしょうかね。私の方はなんて。あなたでいいです。はい。タバコを吸われましたか。いいえ、メンソール系ですね。吸ってて結構ですよ、無理にやめるのは逆効果ですからね。ここは簡単なんですね、楽屋に来るのって。いや、昔県民会見にピンクレディが来た時にサインもらおうと思って結局楽屋にたどり着けませんでした。どっちがお好きなんですか。はい、みーちゃんとけいちゃん。すみません、ど忘れしました。どうしても知りたいわけじゃありませんので結構です。すみません、お座りください。はい、失礼します。すいません。緊張してます。女優さんって初めてなもんで、男性、それも管理職が多いんですよ。女性っていうかですね、妊婦の方とか、あと最近ですと女子高生もちょっと増えてますけどもね。右の腕に力を込めてください。何ですか。いいから力を込める。リラックスの方法です。力は一気に抜く。振って、次左手力んで抜いて、振って、じゃあ全身力んで抜いて、振って、はい、どうですか。楽になりました。しかしあれですね、ずいぶんこのモダンな楽屋ですね。使い勝手は最悪です。ただ見頃の風が好きなんて想像できませんね。しなくていいです。はい、まずい。何か。どうしました。あ、浮かんできちゃった。はい、たたってゴロ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 。はっ、すみません。先生は先生の方ですか。
なまってますか？はい。仙台にいらっしゃるのは初めてですか？いえ、何度か。いかがですか、仙台の印象は？いろんな町を訪れましたが、平井の町のベスト3です。そういうことはワースト3ですか？なんでくれたらこんな寒いですか？今日なんか嫌がらせみたいに雨までしてるし、雪になったりしませんよね。いや、夜から雨だって言ってたんですけどね。天気予報の当たる確率って知ってますか？7割ぐらいでしょ。 57%。 いや、どうせだったら9割ぐらい外れた方がいいんですけどね。どうしてですか？気象庁は9割当たるってことですよ。娘があなたの大ファンでしてね。お嬢さんが？はい、あのドラマお菓子屋の家族の、もちろん再放送ぐらいだと思うんですけどもね。いや、娘にお菓子屋になってて流れたことありましてね。のんきな父さんにしっかり者の母さん、いい家族でしたよね。あとほら、あなたがスケバンをやったスケバン好きじゃないんです、昔の話。すみません、そうですよね、子役の時の話ばっかりされたんじゃあれですよね。すみません。わざとですか？すいません、すいませんって。すいません。そのありがたいお言葉、呪文みたいに繰り返すと吸いたくなくなるとか。いやもう始まってるんですか？いや、だからそうなったら苦労しませんよ。でも本当は？いや、だから本当にすいませんではなくて、すみませんでしょ。すむの活用がまみむむめめ、先生がおっしゃるのはすまないの定年語だから、連用形のみにつなげてすみませんが正しいですよね。じゃあテストします。タバコお吸いになりますか？すいません。タバコいかがですか？すみません。始まるんでしょうね。はい、先生何しにいらしたんですか、ここに。ですよね。始めますか。時間がないんです。あと1時間ぐらいで準備しないと。何の準備ですか？芝居の本番、この時間しかないんです。急ぎましょう。よろしかったら明日は午前中からでも。死んでます、午前中。低血圧。何時頃蘇られるんですか？お昼過ぎに起きて、軽く食べて、コーヒー3杯ぐらいで動くのしまです。はい、では始めます。タバコを買ったきっかけは？映画のためです。主役は私なんですが、監督がアメリカ周りの人間で、タバコを吸う俳優はプロと認めないというんです。それに、まあ、打ち合わせをしたときにいろいろと聞かれて。タバコなんか吸ったこともないとか。まあ、そんな感じ。撮影現場ってのはタバコの煙が充満してるってイメージありますけどね。芝居の現場だってそうです。セリフを覚えてこない役者、毎回言うことが違う演出、書き上げるの遅い劇作家、きっかけを外すスタッフ、ストレスの溜まり場みたいなんです。きっかけを言いまして、電話終わったらどうするんですか？どうって、禁煙する必要はなくなるわけでしょ、多分。ですよね。撮影ってのはきっかけに過ぎないんですよ。この撮影をきっかけにタバコから縁を切りましょう。間に合いますか？で、撮影はいつからなんですか？来週。来週って、ひょっとして来週？俗に言う今週の次の来週です。どんな映画なんですか？何か関係があるんですか、禁煙と。いえいえ、すみませんでした。仙台にはいつまで？4日間です。4日間？無理ですか？無理やり4日間禁煙したんですけどね。無理ですか？頑張りましょう。頑張ってください。いや、頑張るのはあなたです。頑張ります。頑張ってください。普通はどの
ぐらいかかるんですか？そうですね、一月はね、卵本当にやめたいんですよね。わかる、先生呼んだんでしょ。ちなみにやめられると思ってるんですか？思ってないから。私を呼んだ。成功率ってどのぐらいですか？ 100%。 100%？ ええ、本気でやめたいと思われた方は。そう思わなかったら、ほとんど失敗ですね。まず自分に宣言するんです。声に出してみてください。タバコをやめる、タバコをやめる、タバコをやめるぞ。はい、3、はい。もっと大きい声で、タバコをやめる、タバコをやめる、タバコをやめるぞ。はい、タバコやめる、タバコやめる、タバコやめるぞ。そう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 、禁煙ってのは実はすごく簡単なんですよ。タバコをやめなくちゃいけないから、タバコをやめられるって考え方があればいいんですね。タバコと人生どっちが大事ですか？タバコと人生？はい。先生はタバコは？いいえ。お酒も？まあたしなむ程度には。あなたは？たしなめられる程度には。私のセラピーはですね、まずタバコの害について、次にタバコと自分との関係について知るところから始めるんですよ。写真とか見せないんですか？肺がんの断面図とか。いや、ああいうのはちょっと気持ち悪くて。また浮かんできちゃったんですか？すみません。なんであんなの見せるんですか？タバコの害を深層心理に焼き付けるためですね。後の苦いタバコを吸わしたりとか。喫煙者の8割がいつかはやめないと思ってるんですよ。でも深層心理で依存してるってこと？ええ。最近の統計によると、タバコ1本につき寿命が12分縮まるって言われてますね。ですから1箱だと240分。1日4時間？はい。だ、一歩一歩近づいてくるんですよ。この格好で近づかないでください。ああ、いや、すみません。禁煙に挑戦したことは？数えられないぐらい。禁煙が趣味なんです。はあ、いいご趣味ですね。それほどでも。出演のオファーがあって半年頑張ったんです。セラピストも5人変えました。長い人で3日、短い人で30分。他には？ニコチンガム。効果あったんですか？ガム噛みながら吸ってました。ニコチンを倍吸収できますからね。あと耳のツボ。効果は？肩こりが治ったみたい。あなたはなぜタバコを吸うんですかね？美味しいから。好きな食べ物は？なんか関係あるんですか？プリン。だからタバコと何か。ホットケーキ、黒砂糖、くず切り、キャラメルコーン、ナタデココ、蜜入りゆべし、シュークリーム、ワインゼリー、味噌の菓子を持ち、抹茶クリーム白玉あみつ。ひょっとして甘党ですか？どうして分かったんですか？なんとなく。それらのものと比べてタバコは美味しいですかね？ちっとも美味しくないです。ですよね。あんなまずい煙、普通体が拒否するんですよ。味覚の7割がやられるっていうね。じゃあ三つ星レストランでも一つ星ぐらいにしか感じられない。うまい。あなたはなぜそんなまずいものを吸ってんですかね？ストレス解消かな。ブラジャーのサイズを教えていただけますか？いきなり何の話？あ、誤解しないでください。どう理解してればいいのよ。例え話なんですよ。男性の場合はブリーフで例えるんですけどもね。すいません、じゃあ仮に90の E ということにしてですね。あのね、ブラのサイズが基準なんです。70にしてください。じゃあ仮に70の B ということにして C にしてください。そうなんですか？例え話です。はい、では想像してください。
70の C のあなたが65の B をつけました。どうですか？窮屈です。では脱いでみてください。どうですか？すっきりしました。ですよね。これがタバコとストレスの関係なんですよ。タバコは窮屈な死体です。脱いだ時の解放感を味わうためだけに窮屈な思いしてんですね。説得力はあるけど、靴とかに例えた方がいいじゃありません？セクハラで訴えられる前に。ローマの休日はご存知ですよね。主演オードリー・ヘプバーン、グレゴリー・ペック、監督ウィリアム・ワイダー、1953年デビュー。あの中で初めてヘプバーンがタバコを吸う場面ってありましたよね。本気になさらないでしょうけれど、生まれて初めてなんですって。そうです、そうです。スタート、ああ全然平気って。でもティファニーで朝食の中ではもうヘビースモーカーになってましたね。いや、まさかのローマでやめとけば、彼女は63歳でなんで亡くならなくて済んだと思うんですけどね。役柄と本人一緒にしないでください。初めて吸ったタバコ覚えてますか？忘れました。じゃあもし吸う前に戻れるとしたらどうしますか？多分吸わないと思います。ご家族でどなたか吸ってた方いらっしゃいますか？父が吸ってました。母は小さい頃亡くなってるので分かりません。お父さんは今でもタバコ？しばらく会ってないので分かりません。お父さんが吸ってたのをどう思ってましたか？今日はこれぐらいで。じゃあまた明日。明日は遅れないでください。すいません。初めて吸った時のことを思い出しててくださいね。じゃあ。
こんにちは。よくここが分かったね。昨日も伺いましたんで。一人かい？はい。お前もしつこいね。よく言われるんですよ。ここは私のお城だよ。はあ。逃げるなら今のうちだよ。引き受けたぞ。最後まで頑張ります。爆弾を仕掛けたのさ。どこに？そんな役にならなくたって。あと5分、逃げるなら今しかないんだよ。死にたいのかい？まだ死にたくありません。早すぎるじゃないですか。待たせるのがお嫌いとおっしゃってたんで。約束は守らない人はまだ嫌いなんです。すいません。お芝居のセリフですか？まあ。いい顔ですね。モンローのナンバーファイブですから。タバコの匂いとよくマッチしてますね。私もそう思います。タバコだけにマッチになっちゃって。タバコに火をつける。一本だけ吸う。すぐ消す。タバコを隠す。ごまかすために口にスプレー。部屋着をまく。見てたんですか？当たっちゃったんですか？あ、いやだから本当に吸ってていいんですよ。少しは減らしてるんです。いや、かえって逆効果なんですよ。もうストレス溜まっちゃって体に悪いですからね。ダメですよ、無理しちゃ。じゃあとりあえず一服しまし。吸わないんですか？先生の目の前でカンニングしてるみたい。何聞いてんですか？何聞いてんですか？がやめられる音楽。聞くだけじゃありません。聞くだけで眠くなる。聞くだけで痩せられる。聞くだけで脳が。ちょっといいですか？おー、どのくらい聞かれました？針が擦り切れるくらい。効果あったんです。全く伏線になっちゃってる。なるほど。
そういえばピンクレディの好きな方みーちゃんでした。ピンクレディ占いっていうのがあったんです。それで思い出しました。みーちゃん、けいちゃんどっちが好きかで占うんですけどね、確かみーちゃんが好きだと家庭的な良妻賢母を求めてるっていう。けいちゃんでは悪女タイプのキャリアウーマン。日本中の男性の好み2つに分けるんですか。まあでも血液型占いなんかと全人類は4つに分けてるわけですからね。ちなみに私は A 型、動物占いは羊です。寂しがり屋で一人ぼっちが嫌いちゃうね。そうなんですよ。あなたは狼。これが衣装ですか。どんなお芝居なんですか。何か関係があるんですか、禁煙と。あ、いえ、すみませんでした。ミュージカルです、子供向けの。悪役です。実は私も娘と一緒に市民ミュージカルと出たことありましてね。先生が歌ったり踊ったり。いや、ただ立ってるだけでした。何の役ですか。誰が発明したんだろう。西インド諸島の原住民が吸ってたやつをコロンブスが広めたって説が有力ですね。タバコを吸ってる男性ってセクシーだと思わない。タバコを吸ってる女性はセクシーだと思いません。なんかこう生き急いでるって感じがするんだよね。そんなに慌てなくたってどうせ死ぬんですから。タバコの匂いのシャツに沿うと寄り添うから。タバコ臭かったって必ず松田聖子が寄り添うとは限りません。タバコにいいところはないんですか。ストレスを解消できるって幻想だけですね。幻。はい、喫煙者っていうのは幻を信じてるドン・キホーテと同じなんですよ。じゃあ先生はサンチョパンサですね。始めますか。生涯でタバコにいくら使うと思いますか。50万円ぐらい。1日何本捨てますか。じゃあとりあえず600円と計算して、何歳から捨てますか。15歳。早いですね。今はおいくつでしたっけ。女優に年齢を聞くんですね。あ、いえ、すみません。じゃあ年齢は空欄つけて、とりあえず80歳まで生きたとして65年間で、365×かけると、1235000、142万。一桁違います。14万。いいえ、1423万5000円。1423万5000円。でも実際はもうちょっと少ないですけどね。年を取ると本数が減るから。ヘビースモーカーは入られないからです。でも親戚のおじいさんはヘビースモーカーですけど、90過ぎの今でも吟味してますけど。そのおじいさんの他に命を落とされた方が何億人もいるんですよ。じゃあなんで発売。喫煙者の2人に1人がタバコが原因で廃止してますね。じゃあなんで発売禁止ならないんですか。いやいや、私に言われても。最近は喫煙者は減ってるんですけどね、女性の割合が増えてるんですよ。加えタバコとかポイ捨て、まあマナーの割にも女性ですね。実は私、鼻から煙出して歩いてる女性見ると機関車トムスを思い出しちゃって。美容にも大敵なんですよ。タバコ1本につきレモン2個分のビタミン C が失われます。じゃあタバコ1箱につきレモン40個食べればいいんじゃない。酸っぱ。ビタミン C 配合のタバコがあったらヒット間違いなしだわ。ビタミン C がなくなるとコラーゲンが生成されなくなってシミやシワが増え、張りやツヤがなくなって肌年齢が10年衰えます。女優に年齢は関係ありませんから。タバコを吸う女性は2倍の速度で鼻毛が伸びます。普通の人が10センチ伸びるときに20センチ伸びる。どこが普通なの。10センチも伸びてる人見たことない。タバコには4000種類の化学物質、200種類の有害物質、10種類の発がん物質が含まれています。へえ、そんなに害のある分するなんて、喫煙者って体力あるんだ。
タバコって健康のバロメーターなんじゃない？特に危険なのは先から出る副流煙です。ダイオキシン、ホルモアルデヒド、トリハロメタン、アスベスト、周りはもっと危ないものでいっぱいでしょ。もし他の原因でガンになったらタバコやめた分だけ損するじゃない？やめないんですか？やめたくないんですか？だからいつか病気になるからタバコやめろって言うとせえよ。説得するために来てるんじゃありませんよ。知ったこともない人に何が分かんの？吸わない喜びなら誰よりも知ってます。初めて吸ったタバコを思い出しましたか？スケバー弁護士ってのがあったでしょ。ああ、あのスケバーが弁護士になって困ってる人を助けるってやつですよね。あの番組の中でタバコを吸うシーンがあったんだけど、役作りで吸ってるうちについズルズルと。いや、未成年の場合は手を使うんじゃないですかね。リアリティを求める監督だったんです。スケバー弁護士の中であなたはタバコを吸うシーンはなかったんですね。みたいなこと言わないでくんない？見てました。毎週欠かさず。娘以上に私が大ファンでしたからね。あのですね、本人のやる気のないセラピーっていうのは意味がないんですよ。言ったでしょ、頑張るのはあなただって。私は応援団なんですよ。全然やる気が感じられませんね。本当にやめたいんですか？本当のことを言っていただかないと、もう私は何もできませんよ。このない世界にでも行けば無理しなくてやめられますよ。あなたが監督から強制されてるって感じで何をやってんですか？本気で怒られたの久しぶりなんで。今日はこれか。タバコのない世界なんてどこにあるのよ。まあ刑務所なんかでは禁止されてるみたいですね。撮影中はトイレで隠れないですか、高校生みたいに。じゃあちょっと待って。本当に禁煙しないと撮影に集中できない気もするんです。お願いします。わかりました。じゃあ明日は特別な方法を取りますか。特別な？タバコが嫌になるまで吸い続けるんです。1時間に20本連続で8時間もう見るのも嫌になりますから。冗談でしょ？冗談ですよ。あなたにふさわしい特別なカリキュラムがあるんです。じゃあ禁煙セラピスト協会から来ました。時間は正確にね。すいません。禁煙はすごく簡単です。タバコをやめなくちゃいけないから、タバコをやめられるって考え方を変えればいいんです。タバコと人生どちらが大事ですか？タバコをやめたくなったきっかけは？監督がタバコを吸う俳優はプロと認めないって言うんで打ち合わせ。一度も吸ったこともないとか、まあそんな感じ。
撮影が終わったらどうするんです？禁煙する必要がなくなるわけだから。あなたに一番必要なのはこの撮影をきっかけにタバコから縁を切ろうとすることです。声に出してみてください。タバコやめる、タバコやめる、タバコやめるぞ。はい。タバコやめる、タバコやめるぞ。声が小さい。それでも重要ですか？はい。タバコやめる、タバコやめる、タバコやめるぞ。お腹から声出す。タバコやめる、タバコやめる、タバコやめるぞ。タバコやめる、やめるぞ。禁煙に挑戦したことは？いろいろ、ニコチンガム、耳のツボ、聞くだけでやめられる音楽。正直に答えてください。一日何本吸ってます？100本。何歳から？18歳。今おいくつですか？女優に年齢50歳。では55歳まで生きたとします。あと5年ですか？100本もすれば十分でしょ。1日1500円、1025万7500円。ああ宝くじに当たったみたい。吸わなきゃね。あなたは医者、タバコをやめられますか？ええ。それだけでニコチン中毒から解放されます。苦しいんじゃないかしら。アルコールや麻薬の禁断症状という同じに考える人がいますが、ガムや飴でごまかせる程度のものです。ガムや飴ばっかりじゃダイエットの敵だわ。もちろん美容にも大敵です。肌年齢が10年衰えます。吸い続けると鼻毛が伸びた機関車トーマスね。あなたはなぜ吸ってるんですか？美味しいから。好きな食べ物は？何か関係があるんですか？カラムーチョ。だからタバコと何か、からし明太子、柿の種、トムヤンクン、クッパ、ユッケ、ビビンバ、紅生姜、七味唐辛子、キムチラーメン、インドカレー。ひょっとして辛党ですか？どうして？なんとなく。それらと比べてタバコは美味しいですか？ちっとも美味しくないわ。味覚の7割がやられます。三つ星レストランも半田屋になっちゃう。あなたはなぜそんなまずいものを吸ってるんですか？ストレス解消かな。ブレザーのサイズ教えてください。いきなり何よ、90の F。 大変傲慢でいらっしゃいますね。ありがとう。羨ましい限りです。どういたしまして。では想像してみてください。90の F のあなたが70の A をつけましたらどうですか？ちょっとそれはもう物理的に無理があるんじゃないですか？どうですか？購買意欲をかきたてるタバコ会社の陰謀だという説さえあるくらい。原因の一つなんて曖昧なこと言わないで、はっきり主な原因って書けばいい。
喉頭がんになる確率は33倍って書いた方がいいかもしれませんね。喫煙者の飼ってるデコががんになる確率は2倍というのもあるんでしょ。もうちょっとこうインパクトが欲しいですよね。死ぬぞ。それじゃ売れないでしょ。吸うべきか死ぬべきか、それが問題だ。シガレットで死をゲット。タバコは心の日曜日、今日も元気だ、タバコがうまい。で、褒めてどうするんですか。あなたの命が煙とともに消えていく。最後の一本が近づいている。死にたい奴は吸え。タバコは最高の毒薬です。タバコはメイドの一律か。さようなら。一本で12分。そうだ、1日100本だと1200本、20時間も失われてたってわけですか。続けます。タバコには全発がん物質の9割以上が含まれています。発がん物質の缶詰みたいね。そんなに害のあるものを吸えるなんて、喫煙者って体力あるのね。タバコって健康のバロメーターかも。黙って聞く。特に危険なのはサキカリウェンです。ダイオキシン、ホルムアルデヒド、トリハルメタン、アスベストって周りは危ないものでいっぱいだわ。他の原因でガンになったらタバコやめたくなきゃ損するんじゃない。やめたいんですか、やめたくないんですか。だからいつか病気になるからタバコをやめろってのは説得力がないのよ。説得するために来てるんじゃありません。したこともない人に何が分かるの。初めて吸ったタバコ覚えていますか。スケバン弁護士っていうのがあったでしょ。あの中でタバコを吸うシーンがあったんだけども、スケバン弁護士の中であなたがタバコを吸うシーンはなかった。本人がやる気のないセラピーは意味がないんですよ。見ますか。全く全然これっぽっちもやる気が感じられない。ああ言えばこういう、こう言えばああいう、あなたみたいに生きてるの初めてですよ。嘘つきで強情でわがままで頑固で自分勝手。あなたが家族から強制されてって考えてるうちには絶対にやめられませんからね。本当にやめたいですか。正直ない出なきゃ無所にでも入る。何笑ってんですか。本気で怒ると思わなかったね。初めてのタバコは嘘ついても分かりますからね。1976年6月26日土曜日、高校3年生の時でした。アントニオ猪木と僕が戦った日です。初めて学校サボって友達の家で見てました。二人して興奮していました。その勢いで初めて吸ってみたんです。その先中毒になると思いましたか。いえ、まずかったから安心したな。こんなもの吸い続けるはずはないって。まあそれがずるずると。もし吸う前に戻れるならどうしますか。二度と吸いたくないわ。人間ドック、自分を想像してください。あなたには深刻な病気が発見されました。どうしますか。そりゃ病気になったらやめるわよ。それは病気になるまで吸い続けるということですよ。いいですか。
誰かがじゃなくて、あなた自身が病気になるんです。タバコは緩やかな自殺なんです。自殺する自由くらいはあると思うんですけど。あなた一人ならいいでしょう。家族のことを考えたら、それでも吸えますか。副流煙のことは言いましたよね。あなたの家族がその煙を吸い込んでるんです。あなたはご自分の家族を、大切なお嬢さんを、平気でガス室に入れられますか。目の前に2つのテーブルがあります。1つにはがんの診断書とたくさんのタバコ、もう1つには1000万円の札束の2つとたくさんの自由な時間。どちらを選びますか。いつかはやめたいとは思ってる。明日ですか、明後日ですか、再来年、それとも病気になるまで。いつまで続けるんですか。明日はやめよう、明日はやめようと思っているうちに気がつくと、その明日がなくなっ、明日ですか、明後日ですか、それとも今やめます。に半年も禁煙に挑戦してませんから。禁煙が趣味ですからね。どうでした、私のセラピストぶりは。刑事さんみたいでした。先月まで刑事ドラマやってたんです、いや勉強させていただきました。どうでしたかね、私のヘビスモーカーぶりは。吸ったことがないなんて嘘みたい。嘘なんです、ヘビスモーカーでした。タバコで死ねたら本望だって思ってたんです。お芝居お上手なんですね。伊達に市民ミュージカルに出てないわ。さあ森の仲間たち、嵐が来るぞ。羊さん、ヤギさん、クマさん、タヌキさん、アルマジロさん、みんな僕の元においで。一つ言ってもいいですか、はい、もうちょっとこう感情を込めて、みんな、いや嵐が来るぞ。ごめんなさい、そういうことじゃなくて、はあ、ちょっと言いにくいんですけど、セラピストの前でとは言いませんね。いやでも、なんて言っていいのか。もっと正直になりましょうよ。いや、でも、じゃあちょっと リラックスしますか。じゃあ深呼吸しましょうか。じゃあ息を吸って吐いて、吸ってゆっくり吐く。どうぞ。濃すぎます、チーク。
仙台人のおやつは毎日萩の月で、昼は冷やし中華、夕飯は牛タンですか？違うんですか？山形県人が毎日のし梅食べますか？岩手県人が毎日南部せんべい食べますか？東京人が毎日人形焼き食べますか？名古屋人が毎日ウイロを食べますか？沖縄県人が毎日チンスクを食べますか？マニアックですね。だてにお菓子屋のこともやってませんから。あ、すいません。食べないですか？ええ、いただきます。大丈夫ですか？大丈夫です。ハーブティーですか？マロウです。薄紫色ですね。ドキュメント同じです。黄昏色だ。喉にもいいです。特にタバコ吸う人に。やめるんだな。タバコは本当にいいところがないんでしょうか。悪臭には強くなりますね。あの、食べた途端おならが臭くなったって人が多いんですけど、鼻が元に戻っただけです。それだけ？人と人を近づけるいいところがありますね。刑事ドラマではタバコが犯人の心を開くきっかけになりますからね。映画の中でもあの死にかけた兵隊や死刑囚の最後の望みは決まってタバコですね。本当に美味しそうですね。スクリーンの中のタバコの煙席まで届きませんからね。ローマの休日で初めて住む曲は、ジャイアンツの中でテンガロンハットをかぶって吸ってるジェームズ・ディーン。ティファニーで朝食を初めて吸う長い季節ですね。荒野の用心棒で葉巻を吸ってるクリント・イーストウッド。あのマジソングの橋、あの4日間であの2人を近づけたのもタバコですよ。何しに言いますか、あのメギルストリートがやったやつ。フランチェスカね。初めてでロバート・キンケイドが車のダッシュボードの中からタバコを取り出して進める。フランチェスカはためらいなしに受け取って進む。でも家に戻ってからは自分から積極的に進むんですよね。たった4日間であんなに愛せると思います？たった4日間で禁煙するよりは簡単でしょう。恋は一晩で落ちることもできますから。恋愛と禁煙は別物でしょう。きっかけが大事だった点では同じです。きっかけね。さすが映画は詳しいですね。伊達に女優やってます。すいません。父の影響です。いろんな映画に連れてってもらったので。人生のような映画はたくさんあるけど、映画のような人生っていうのはなかなかないですよね。映画ってのはスクリーンに映った人生の影みたいなものですからね。じゃあ演劇は舞台に乗った人生の幻でしょうか。ローマの休
休日は父が大好きで何度も連れててもらってます。ローマの休日って悲しい映画だと思いません？どうして？だって見合し合っても結ばれない恋があるっていうのがテーマでしょ。いやいや、どんなに身分が違っても愛し合えるっていうのがテーマですよ。結ばれなきゃ意味ないじゃない。家庭を楽しめないんですか？あの恋は休日だから成立したんでしょ。恋愛は非日常の方がうまくいくってことですか？恋愛自体が非日常なの。現実に戻るとですか？だってエプロン姿の青女なんて想像できます？いやー似合うと思うけどな。恋愛も映画も幻だから憧れるんです。幻ですか？私の仕事も幻なんでしょうか。我々の生活っていうのは些細なことの連続ですよね。本当にちっぽけなありふれた毎日の繰り返しです。だからこそ物語が必要なんですよ。幻だっていいんだ。ドン・キホーテももし幻に戦いを挑まなかったら退屈な人生を過ごしたんじゃないかな。サンチョ・パンサって意外とロマンチストなんですね。あなたが現実的なだけです。気が合いませんね。私は羊ですから。私は狼ですから。自立よくて一人が好き。初対面ではとっつきにくい。やっぱり羊と狼は気が合わないんでしょうかね。ヤギと狼だったら友達になれたんじゃないですか。あれはいい絵本でしたね。チーム依存とアルコール依存と どっちが苦しいのかな。何かに入れれば生きていけないとしてもタバコやお酒じゃ寂しいですね。もう何年も会ってません。今はアルコール依存症の治療施設に入院してるそうです。お菓子屋の少女が少しだけ大人になったと。信じられないぐらいのお金が入ってきました。いろんな人が家にやってきて、父は保証人になったり騙されたり。ある日部屋に帰ったら父がいないんです。テーブルの上にタバコと このライターが残ってました。待ってました。何日も。何日も。待ってました。待って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 。待ちくたびたときに。
初めて吸ってみたんです。苦くって煙くって涙が出ました。父がいなくなって一人ぼっちになって、そんな彼女がいつも家族に恵まれた幸せな演じてたんです。今日は帰ります。こんにちは。どうぞ。こんにちは。今日は正確ですね。はい。これ忘れ物、はあ、そうなんですよ。これ忘れて帰れなくて、雨宿りがてらお借りしました。悪役でしょ。悪役が魅力的じゃないと正義の味方も叶いませんからね。それはどうも。なんか私の好きなドロンジョ様に似てましたね。知ってますよね、やったーやったーやったーマン。世代が違うんじゃありませんか。結構近いような気がするんですけどね。のせいです。私はいいホームドラマがいっぱいありましたよね。ああ、そうですね。まあそのおかげで随分稼がせてもらいましたけど。でも最近あれですね、子供が主役のドラマっていうのはなくなりましたよね。なんか大家族のビッグダディがどうしたこうしたっていうドキュメントものが多くなりましたね。まあ現実の方がドラマチックってことなんでしょうね。ありがとうございます。そういえばこれ気になってたんですけど。夜中に急にラーメンが食べたくなりましてね。ネギ刻んでたら目が覚んで、あ、これに火をつけて吸ってみたら苦味もいいんじゃないかなって、例の深層心理に焼き付けてたやつですよ。試してみますか。タバコ嫌いになるまでネギ嫌いになるんですか。ネギお好きなんですか。いや普通だと思いますけど。ご自分で作るんですかラーメン。はい。奥様は別れで暮らしてるんですよ。もう5年になりますかね。じゃあお嬢さんはどちらが。亡くなりました。先ほどというのは七回忌だったんです。すいませんでした、何も知らなくて。
私がヘビースモーカーだったって言いましたよね。会津も女房も捨てました。娘はガンでした。我々のタバコだけが原因とは思ってないんですけどね。もし吸ってなかったらな。12歳でしたからね。で、私はすぐタバコをやめて、その後このお仕事に。ええ、でもあいつは以前より吸うようになりましてね。いつも喧嘩してました。そのやめるやめないで、この間の命日も喧嘩しちゃったんですよ。奥様は今お一人で。まああいつはケイちゃんタイプですから。悪女のキャリアウーマン、失礼。セラピストの私がなんで女房一人助けられないんでしょうね。私も意地になってるかもしれません。たかがたばこなのに。小菓子屋の家族の物語であなたが風邪をこじらして入院するって話ありましたよね。看護婦さんの立ち話を聞いて、で自分が癌と勘違いして両親に遺書を書くって話でしょ。ええ、娘が覚えてて、入院した時に遺書を書くなんて言ったんですよ。お前はすぐ退院できるんだから、そんなって言ったんだけど、あの子は私たちに何言いたかったんでしょうね。お父さん、さようなら。お母さん、ありがとう。私は寂しくありません。いつかきっとまた会えるからです。お父さんはお母さんを守ってください。お母さんはお父さんを助けてください。いつか天国で会える時まで仲良くしていてくださいね。うん、タバコやめられるのかな。あ、今日はあのタバコの匂いしませんよ。ヘップバーンももし山頂パーサーに出会ってたらタバコやめてたかもしれませんね。いや、アン王子はあのローマには行ったんだけど、スペインまでは行かなかったのかもしれませんね。初めてローマの休日に、私も王女様になりたいって言ったら、お父ちゃん王様じゃないからそれ無理だよって。でもお前は王女様を演じる女優になら絶対なれるよって。それで父の勧めで児童劇団に入ってオーディション受けて、それでそれから現在に至るですね。
雨上がったみたいですね。はあ、これからがいい季節ですよ、仙台は。食い物もうまいし。いろんな町を訪れましたけど、好きになってやってもいいかなって思ってます。レイノの話報告しに行こうと思います。そういえばまだ伺ってませんでしたね、どんな映画なのか。興味あります？禁煙とは全く関係ないんですけど、ぜひ。そういえばまだ伺ってませんでしたよね、先生のお名前。興味あります？ぜひ。あの、私の名前は…ちょっと待て、どっちから先に言うかじゃんけんで決めません？いや、でも時間大丈夫ですか？私が行かなきゃならないの。じゃんけんぽん。私の役はお嬢様ですか？